高三署は中華民国の軍人。四川軍の有力指揮官で四川省の内戦や日中戦争などを戦った。字は紫泥。号は地域、億円孤児。富裕な家庭に生まれ、はじめは学問を志し、1903年に秀才となった。しかし、軍人の道に転じて19、1907年四川軍事講習所に入学し、翌年に、 四川陸軍促成学堂に進学した。同期生には、流将陽森陶式、従う、半文化などがおり、後に四川軍において、促成系と呼ばれる派閥を形成することになる。卒業後は四川陸軍に加入した。中華民国成立後も、王三省は引き続き、四川軍内で昇進を重ね、1915年12月からの五国戦争では、 北京政府側の劉昌配家として戦う。1918年4月、川軍、第2子、第8弾団長となり、1920年3月からは、陽森配家に転じて、5月に、旅長に昇進した。1922年6月、劉昌派の第2軍軍長となった、陽森に従い、熊国部派の第1軍軍長ただ死亡信との、戦いを開始したが、 第一軍の前に大敗し、要、王は、武漢のご配布を頼って逃亡した。以後、呉の援助を受けて、要、王は軍勢を回復していく。1923年7月、北京政府から、四戦前後、ただ主弁に任命された劉将に、陽森、王三章も協力し、南方政府派の熊、国部を撃破した。翌年3月、王は、北京政府から、 陸軍少将に任ぜられ、6月陸軍中上区組を授与された。王は洋から生都市市政、ただし弁にも任ぜられている。1925年、洋が四川統一の戦いを開始すると王は第一市市長県北路総指揮に任ぜられる。しかしこの頃になると王は洋の権力独占や遠古政治に不満を抱くようになる。劉が 第16市市長権出身自応運の地位を持って、王への老落を行うと、王もこれに応じて、王に反旗を翻し、王を敗退させた。その後、王は、実際に、第16市市長権出身自応運に任ぜられている。1926年11月、竜将ら支援軍指揮官が、国民政府に役賃したことに伴い、王三所は、国民革命軍、 第21軍第4師師長に任せられた。この頃、王は四川事業運主の地位を利用し、商業界にも職種を伸ばして利益を得、また、重慶市に派職法という新聞社や派職小学という学校なども設立した。劉将が劉踏見てると死戦統一を争うと、王は劉将を補佐して活躍した。1934年秋。 四川総比軍第五次総寺副指揮権第一重隊、司令に任せられ、調整中の中国共産党を迎撃した。1935年1月、第44軍軍長に昇格している。同年6月には、四川総比軍第六素総指揮に任せられた。この頃から、小解析が、四川軍指揮官たちを取り込もうと図り、王も、情勢を見て、省への系統を強め始める。 日中戦争が勃発し、劉将が前線へ出征すると、王三章は、四川のルズを守った。1938年3月、小介石から第29集団軍総司令に任ぜられる。同年、張軍が四川省政府主席に任ぜられ、王が主席代理に任ぜられた。しかし、張は、現地四川指揮官の信頼を得られず、8月に王が、正式に、 小政府主席となった。王は小に忠誠を誓い、国民政府中央の権威を支線に浸透させようとしたが、これに対して、劉府見てる、党、鈴甲羅支線軍指揮官は反発し、1939年8月には王の在場7項目を数え上げて、反王の挙兵準備まで始めた。完全に信任を失った王三所は、同年9月に軍を編成し、 対日戦の前線に赴かざるを得なくなってしまう。以後、よろしずな、海戦、浜子海戦、常桃海戦を戦い、1942年3月、第6戦区副司令長官に昇進し、翌1943年、第9戦区副司令長官に転じた。1945年1月、重慶英術総司令に任せられ、5月には、 中国国民党中央執行委員に選出されている。日中戦争終結後、1946年6月に王三所は武漢業長い副主任に任ぜられ、後に重慶水税公所副主任、西南軍政長官公所副長官に移っている。しかし、これらの職務は官職であり、王は事実上なりとで官挙していた。1949年12月めに、 西南部での中国人民解放軍への抵抗を図る小解析から王は西南第一祖事遊撃総司令に任ぜられる。しかし12月9日に劉夫見てる、と鈴子を半分からは中華人民共和国への起義を宣言し追い込まれた王も結局13日に生徒で同じく起義を宣言した。中華人民共和国では王三省は川西博物館館長。 西南軍政委員会委員、四川省人民政府参事室参事、生都市人民代表大会代表などを歴任した。ところが1957年、王は突然香港への逃亡を図り、新選手付近で逮捕され、生徒で収監されてしまう。1960年、国死。去年75、ありがとうございます。